どうもー、あじみなチャンネルでーす。はい、ということで早速なんですけども、実は昨日みなみが26歳の誕生日を迎えました。おめでとうということで、昨日ね、実はみなみのお父さんお母さんにも一応連絡をしまして、産んでいただいてありがとうございますと、丁寧にね、ちょっとお伝えをしたところなんですけども、まあそういうその、ご両親にも気を使えるっていう、できた夫っていうかね、まあそういう感じでやらして。はい、ということで。でですね、昨日、ちょっと平日で、みなみのお祝いをできなかったんで、今日ですね、お昼なんですけども、家でちょっとみなみのお祝いをしていきたいと思ってます。で、まあちょっとお祝いすることは伝えてあるんですけども、みなみが買いたいものがあるっていうこともあったんで、ちょっと一人で今出かけてもらってるんで、帰ってくるまでの間で、ちょっと準備を進めていきたいと思います。それでは、早速やっていきたいと思います。レッツーハッピーバースデーバースデー。はい、ということで、早速ですね、お昼ご飯の準備をしていきたいんですけども、まあ、誕生日なんで何を食べてもらおうかなと思って考えた時に、やっぱりみなみの一番好きなものを用意したいなと思って準備させてもらったんですけども、今日ですね、みなみに食べてもらう料理こちらです。恋平さんというところなんですけども、美味しいということで評判だったんで手配させてもらったんですけども、こちらのうなぎですね。このうなぎを使ってみなみにはひつまぶしを食べてもらいたいと思います。このね、まあ厳密に言うと、これを作るというよりかは温めるという方向性で進めていきたいと思います。まあ騒いでしまうとキッチンも汚れて、まあ、みなみに迷惑もかけるっていうことで、後でね、もう怒られるっていうのはちょっと避けたいんで、一番手軽な方法でみなみにより美味しいご飯を食べてもらおうと思った時に、この恋平さんのうなぎを選ばせていただきました。ということで早速温めていきたいと思います。よし、ということで、もうね、10分ぐらいで帰ってくるみたいなんで、ちょっと料理仕上げていきたいと思います。はい、見た感じ、まず作ってるから。はーい、じゃあ作るね。うん、誕生日おめでとう。ありがとうございます。お待たせしました。ひつまぶしでお待ちのお客様と間違いなかったでしょうか。すごっ。はい、ということで、みなみのバースデーご飯は、ひつまぶしでした。嬉しい、ありがとう、イエーイ。ということで、まあ、みなみの誕生日なんで、はいはい、やっぱちょっと大好物を食べてほしいなということで。やばい、いや、うなぎ大変やったよ、さばくの。さばいたのこれ。うん、もう大変やったよ。あ、ちょっと違うやろ。うん、なんかタレとかも自家製で作って木曜日くらいにヤマトさん来て、あーそうやな、待ち合わせにね、なんか食品が届いたんですよ。受け取った。あー受け取って、受け取れたね。そんな、そんな食べたかったって思っとったね。ということで、うん、食べていきましょう。いいの、はい、食べよう。いいんですか、召し上がれ。ありがとうございます。すいません、いただきます。イエーイ。はい、食べていいですか。はい、どうぞ。すいません、もう本当に。じゃあまずね、このままちょっと大きい口でいただいていいですか。いや、行こう。すいません、本当に。すいません、本当に。あ、すいません。しゃべって。いただきます。うまよかった。食べな、食べな。え、いい、いい、食べて。なんで食べなよ。あるんだ。もう一匹いるんだ。え、おいしい。ライスちょいだい。うちよりライスちょっとだい。はい、いって。いただきます。ありがとう、みなみ、誕生日おめでとう。ごめんな、みなみ。みなみ。雑に、雑にや、なんかその、おめでとうのくだり。めっちゃうまくない？ガチか。やばいよね。ガチかだよね。うまい。ガチか。じゃあなんでうなぎになったかというと、やっぱりみなみ二人のクリスマスのお祝いとか、うん、バレンタインとかさ、みなみはおしゃれにやってくれるやんか。で、料理もいっぱい出してくれて美味しいやん。うん、でもなんか俺やっぱそんなおしゃれな料理作られへんだと思って。みなみの大好物を食べてもらおうと思った結果、うん、こうなりました。すごいよ。
いい渋さが出とるもん大丈夫うなぎを選ぶセンスすごい渋いアッシュってね、なんかちょいちょい渋くてなんかパスタとか行くんかなって思ったらなんか普通に渋い料理のが好きやったりそうやな、一回みなみの誕生日でもあのおしゃれなとこ行くんかなとみなみは多分期待してたと思うんやけど渋いな、昔からやってるような和室の部屋招かれてフグ食べるっていう、そう誕生日でフグ食べるしかもそこがなんか10人ぐらい座れる畳みたいなめっちゃ広いとこでな、2人で座ってよし、フグ食べようかフグ刺し食べてさすごいね、あの時24そうやな、24とか23とかうん、本当にもう50代ぐらいのデートしちゃった本当にねディスってる？いや、嘘です。あれもマジで美味しかったでも嬉しい、そうやって思って考えてやってくれたんだなと思うと、うん、なんかそれが愛おしい。ほんまに？うん、でもなんかもう愛おしいですよね、本当にでもお茶漬けしよう。お茶漬けしよう。しよう。ではお茶漬けの方ね、させてもらっていいですか？はい、どうぞ。かけます。サラ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 、はい、やばい、これ絶対おいしいようまい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ということで、はい、まあ、誕生日なんで、うん、南の26歳の抱負を聞いていきたいと思います。抱負ね。はい。どんな1年にしたいですか。うん、はい。まずはね、もうこれはもう普通に健康。はいはい。はい。もう健康がやっぱ第一かなと思います。ありがとうございます。健康第一、ありがとうございます。なんかちょっとおばあちゃん、ね。実家って感じ。そうそう、はい、で、はい、で、はい、まあ、26歳ね、はい、この年はですね、あの、私たちにとって割と人生において大イベントの、はいはい、あの、結婚式がね、あるんですよ、はい、なんでね、こう、やっぱいろんな方にね、こう、感謝をしながらね、うん、生きていきたいなっていうのと、まあ、秋と仲良くね、暮らしていって、うん、結婚式、まあ、無事成功できるように、はい、ね、できたらいいなって思います。はい、本当にいつも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。あちゃんもありがとうございます。いえ、いつもありがとう。ありがとうございます。生まれてきてくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございま す。ということで、はい、ちょっと、はい、ちょっとちょっとちょっとだけ待ってて、ちょっとだけHappy birthday to you、 Happy birthday toHappy birthday to you。 かわいい。おめでとう。ありがとうございます。ということで26歳ということで、はい、今年も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何だこちょこちょ。じゃあ封してもいいですか。はい、お願いします。はい、ちょっとローが垂れてきてちょっと、はい、はい、急ぎ目ちょっともう封してもらっていいですか。26歳は封してもらっていいですか。みんなありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ケーキまでありがとうございます。はい、すみません。おめでとう。ありがとうございます。これもね、うちの大好きなケーキでガチで美味しいこれ。はい、はい、ありがとうございます。はい、食べよう。はい、ということでね、早速食べていきたいところなんですけど、うん、ちょっともう一つだけ、誕生日と言ったら、それを待ってたんでしょ。何が出るかな、テレレレテテテレレ、いっせーので、はい、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でかい箱はでかいけど何でしょういいんですか。嬉しい、ありがとう、はい、いいの、開けますよ、はい、え、何やろう。あー、かわいい、大きい、ガチかわいい。やばいね、こんな大きい箱初めていきます。はい、お、なんか柔らかい、
めっちゃ可愛い。マフラーです。はい、マフラーです。ありがとうございます。マフラーです。はい。ありがとうございます。可愛い。やっぱね、今からあの夏本番ということで、しっかり巻いていただきたい。そういう思いから買わせていただきました。ディオールマフラーです。よろしくお願いします。いや、これガチで嬉しい。みなみ欲しいって言ってたやんか。うん、なかなか多分シーズンになったらさ、もうないやん。そう、この間の冬にね、あのフラッと入ったんやね、うんうん。これ欲しくて、そうそうそう、冬からね。でも店舗も大阪なくって、でもいい諦めようって言ってたところだったんですよ。ちょっとまあシーズンが違うからあれやったけど、まあ、みんなに欲しいって言ったからこれにしようかなっていう。これいや、ガチでやばいガチで嬉しい。もう早く冬来てほしい。ありがとう、はい、あよかった、喜んでくれて嬉しい。ちょっとドキドキしてね、うん、あの、今から夏やのに、うん、なんでマフラーみたいな、うん、うん、長いって暑いな、暑い。おめでとう。本当ありがとう。もう本当にありがとう。本当にしばらくね、ちょっと節約しましょうね。はい。はい。はい。今日のパーティーはどうでしたでしょうか。いやもう最高でした。本当にあの実はね、昨日本当はね誕生日やったんですよ。6月3日で、うん、昨日中仕事終わりにね、うん、昨日もケーキ買って帰ってきてくれて、はい、今日一応パーティーするっていうのは聞いてたんですけど、はい、昨日も当日何もないのも寂しいからって言って買ってきてくれるような優しい人でね。いや、ほんまにそんなことないね。ほんまにそんなことないね。ほんまにそんなことないね。いや、でも大したことはできんからあれやけど、いつもありがとうって言って思います。ありがとうございます、はい、ちょっとうるってきてちょっと泣きそうでね、あのいろんな方に昨日はメッセージいただいてね、うん、あとやっぱり YouTube と TikTok 始めたっていうのから、うん、いつも見てくれてる方からも、うん、おめでとうございますって、うんうん、インスタの方にね連絡くれたり、 YouTube のコメントにもくれたりとか、本当にね感謝しかありません。それを見て覚えてくれてるっていうのが嬉しいよな。そう、年々ねやっぱり減っていくものなのかなって、こうやってあの誕生日のお祝いとか、そう、やっぱり会えない友達も出てきたりとかするから減っていくのかなって個人的には思ってたけど、でも今までで一番多いおめでとうの数だったんですよ、うん、もう本当に今まで以上に嬉しい誕生日でした。ありがとうございます。本当にありがとうございました。やっぱなんかみなみが幸せとかみなみが嬉しいって思ってるところを見るのもすごい嬉しいもんな。嬉しい、うん、みなみの幸せが俺の幸せって、うん、ほんまによくできたことだ。痛い。ということでね、結構な力量で押されてちょっと脳震盪がまあ起きてるぐらいで、ちょっとあの視点があんまり合わへん状況なんやけどもう本当にね、でもうまく言えないんですけど、本当にいつも見てくれてる方とかね、応援してくださってる方ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。無事に26歳になることができました。でね、あの次、はい、7月1日何の日アーチの誕生日嬉しい嬉しい、ね、でも今日の見て思った、俺誕生日って自分がおめでとうとか、うん、ありがとうとかなんか言われる日じゃないんやなって、うん、自分がみんなに伝える日なんやなってみなみを見て思ったな日頃のお礼をなんか誕生日の人がみんなに伝えるっていう、そういう日なんやなって、誕生日を祝ってもらえるんじゃなくて誕生日に感謝してみんなにお礼っていうとか、心のかけらも持てない祝ってもらうもんやごめん嘘です。ちょっと聞いてくださいよ。7月1日ね、あのちょっと用事があってね、はい、あのまあ、日本にいないんですよ。日本やあれは全然聞きんなよ全然日本や大阪にはちょっといなくて、うんうん、で、あの同日お祝いできないから、アチの誕生日のパーティーどこでしよっかっていうのは話してて、うん、もうあちゅね、もう前倒しの6月の中旬にやろうやなんて言っちゃって自分でもうちょっとでも早く俺の誕生日祝ってほしいみたいな感じになってるやん違うって、違う6月のこの日にしようって、もう知り合ったやんして、俺はこの日でってクソ野郎やな
ほんまに。私もね、マジで嬉しいんやけど、こうやってお祝いしてもらうのね、うん、だけど、お祝いするのが楽しいんよ。あー、そう、だから毎年あっちの誕生日、すごいワクワクするのね。さっきされたんで、さっきのやつです。さっきまあまあ強かったこれからもよろしくお願いします。お願いします。皆様もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、ということで、はい、みなみの誕生日ですね。はい、まだ終わりません。嘘ということで、まあこれはちょっと動画とかではなく、はい、プライベートになるんですけども、はい、明日、はい、スペシャルな場所を用意してるんで、はいはい、そこでまた素敵な時間を、はい、過ごしていただけたらなということで、明日12時で待ち合わせです。デート。デートです。いいんですか。はい。いいんですか。はい、ということでね、今日はもうこんな感じで終わりたいと思います。腕も痛いんで。でも脳震盪も起きてるからもう。本当にこれ本当？本当です。本当？はい。じゃあちょっと楽しんできます。はい。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、南26歳誕生日、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、はい、明日は楽しみだなって気持ちでちょっとワクワクなので、はい、今からケーキ食べて、おほほほ。はい、ということでね、はい、今日は本当にありがとうございました。おめでとう。じゃあね、はい、皆さん次の動画でバイバーイ。バイバーイ。おめでとう。ありがとう。